じゃ、キュセスだな。これで。キミコ、お前は最後。ちょっと、立花の分際で私の先行くとかねえだろ。私が最初だ。最後に手つないでもらえるなんてハッピーだな。でもこれはまずいですよ。何が？私にはハッピーが与えられちゃいけないんですよ。私にはアンハッピーだけが与えられるべきなんです。ここまでです。何？ここからは最後の一人は私で終わりです。どういうことだ？私ですね。最初救世主様の計画を知らなくて、この大掛かりな計画を止めようとしたんですよ。計画？そうです。全く理解してなくてごめんなさい。どういうことだ？私ですね、救世主様。絶対に死ぬべき人間なんです。高いところから落ちてぐちゃぐちゃになって死ななければならないんです。そうなんです、私は死ななければならなかった。絶対に死ななければならない。もちろん自らの手で自らの命を絶たなければならない。自らの手で？はい。だって私裏切りました。ザクロを裏切ったんです。彼女は私に話しかけてきてくれたのに、私は彼女を裏切りました。ああ、それは知っている。でも正直、裏切った私を彼女が、なぜか彼女がいつまでも恨まないこと、それが実は許せませんでした。いじめてた人と同じぐらい、いやそれ以上になぜかそれがとても許せなかった。なんでこの人は私を恨まないんだろう。なんで私に復讐しないんだろう。なんだろう。なんでだろう。なんで？なんで恨まないの？なんで罵らないの？なんで私に微笑むの？そう考えると、もういても立ってもいられないぐらいイライラして、イライラして、イライラして、ザクロにイライラして、イライラしました。メグとかサトコとかどうでもよかったんです。本当にどうでもよかった。私にとってはザクロだけが
大きな存在でした。ザクロ、ずっと私を恨まず、ずっと私に微笑みかけてて、それが私には許せなくて苦しかった。殺してやりたかった。だから彼女が死んで呪いが発生した時にすごく喜んだんです。すごく嬉しかったんです。ああ、やっとザクロ怒ったんだ。恨んでくれたんだ。やっとちゃんと私を見てくれるんだって、やっと人として見てくれるんだって。高みから見下ろすのではなく、ちゃんと同じ目線に立ってくれたんだって。私ですね。子供の時からずっと謎だったんです。ずっとずっと全然理解できなかったことがあるんですよ。よく言うじゃないですか、罪を負った人間が死ぬのは逃げでしかないって。ちゃんと生きて償えって。私、全然理解できないんです。生きて償え？相手が死んでるのにですか？相手は死んでるんですよ。生きてて何をどうやって死者に償いができるというのですか？償いって、向き合うことですよね。生きてる人間がどうやって死者と向き合うんですか？そんなの自己満足ですよ。生きてる人間が勝手にそう思ってるだけですよ。死者に対する償いは死者じゃなきゃできない当たり前のことなんです。昔は仇討ちは美徳とされてたじゃないですか。当たり前ですよね。殺された者の恨みは相手を殺すことでしか解決なんてするわけないんです。それは当たり前のことなんです。救世主様が言うところの嘘つきたちが隠してみんなにその真実を言わないだけなんです。死は死によってしか償われないのです。だからザクロが死んだ日から償い方法は一つしかないんです。死です。いじめた人間、いいえ、それ以外にだって見て見ぬふりした大勢、そいつら全員の死、それだけが正しい償い方法なんです。おかしいじゃないですか。生きてる人間、償いって何ですか？心入れ替えた？詫びる？再発を防ぐ？罪を問われれば、いじめてた人間はそんなこと簡単に誓いますよ。ずるいからいじめたりするんですもん。いろいろ怖いからいじめたりするんですもん。だから彼女たちは簡単に誓います。もうしません、許してください。こんなことが二度と起こらないようにします。嘘嘘、大嘘ですってば。死だけなんですよ。当たり前じゃないですか。
私に対するそれ相応の対価は死だけなんです。私も他の連中も全部死ななければならなかったんです。彼女と同じかそれ以上にむごたらしい死に方で、だからですね、だから最初にネットであなたの存在を知った時、私は頭真っ白になりました。なんだこいつ、何様だこいつ、救世主。そんで会ってみたら赤坂メグと北見里子の呪いを止める、ふざけるなって、こいつは敵だ、ザクロの思いを消し去ろうとする悪魔なんだ。だからこいつを止めなければいけない、こいつを殺さなければならない。ザクロの呪いは正当なものです。彼女は私たち全てを呪う権利があります。それを止めることは神であっても私は許さない。だから私はあなたに近づいた、ザクロの呪いを止めるあなたを殺すために。でも違った、全然違った。初日に全部知ってたんですよ。あの日救世主様を見張って、あの基地を見つけて、パソコン全部見たんです。驚きました。すげえやこの人。救世主様は私なんか比べ物にならない数の人を殺そうとしていた。自分だけでなく多くの人間を空に返そうとしていた。空、ザクロがいる場所、彼女の魂を鎮めるために多くの命をそこに返そうとしている。それは多分救世主様自身のご都合だとは思いました。でも私はこの人も同じような理由で自分と自分以外の大勢を殺さなければいけないんだって。だからこの人は多くの人を殺そうとしている、空に返そうとしている。ああそうなんだ、私と同じなんだ。そしてこの人はザクロの味方なんだって。キミコ、ザクロの携帯を救世主様が持っていたのもすぐに気がつきました。だって瀬名川の監視って報告したらすぐに瀬名川の携帯が鳴るんですもん。バカでも救世主様が出していることはわかりますよ。でも救世主様はどうも抜けてるから、たまにメールを出し忘れたりする。なんか一人でただぼんやりしてたり、一人ごとを延々と喋っていたり、めんどくさいから救世主様の指示なしで途中からは全部私一人でやりました。瀬名川を心の奥底まで恐怖させ殺してやりました。正直すごい方法だと思いました。私じゃ考えられない素晴らしい方法だ。この人は少し抜けてるけど、やっぱり本当に救世主様なんだと思いました。他の人にとってはどうか知らないですけど、私にとっては間違いなく救世主様です。実は瀬名川由衣のこと、多分ザクロ本人よりも私が憎んでいたんだと思います。ザクロが誰を一番恨んでたかは本当のところよくわからないのですけど、でも救世主様がザクロが一番恨んでいるのは瀬名川だとおっしゃったときは、それはもう心が躍りました。
すごい、この人すごい、わかってる、すごく真実を言い当ててる。ザクラは知らないけど、少なくても私自身はあいつが一番許せなかった。一番ひどい死に方をさせたかった。だからあの方法は感動しました。本当は赤坂メグも北見里子も瀬名川みたいに恐怖の中で殺してやりたかったんです。だから私は私なりに考えたんですよ、いろいろと。でも最後に出た結論は、救世主様に任せるのが一番だなって。ザクラの呪いを具現化させたのはこの人だもの。私の願いを最後まで具現化させられるのもやはりこの人しかいない。救世主様はあなたなんだ、私の救世主は。誰も私を見てくれなかった、ずっと私を見てくれなかった。ザクロだって私を見ていてくれたわけじゃない、彼女はただいい子なだけ。すごく優しくて心が綺麗だから私に接してきただけ。私をちゃんと見てくれたのは救世主様だけだった。ちゃんと話をして、ちゃんと目を見て、ちゃんと怒ったり笑ったり困ったり、いろいろな感情を見せてくれて。男の人なのに全然セックスに興味も示さないし、あ、でもオナニーはよくやってるみたいですね。なんだそれ。あ、でも私もやりましたよ、たまにですけど。神の歌を聞きに屋上に出ましたよね。私完全にラリってたから、牛が牛がーとか言ってましたけど。でもあの時確かに神様の歌を聞きました。世界と神様の差って言葉と音楽の差なんだって知りました。本当に実感できました。そんなことは誰も教えない、誰も知らない、教師とか親とか評論家とか政治家とか、ほんとくだらないことばかり教えるのに、救世主様はいろいろなことを私に教えてくださいました。世界は残酷だけど、世界は汚いけど、でも美しいんだって。あの夜歌って踊って叫んでフラフラになって、星が全部降ってきて、私たちのために全てが輝いて、ああ、そうなんだ、そういうことなんだって思いました。救世主様はおっしゃいました。世界の価値は時間では測れない、意味では測れないって。あの時私世界の重さを測ってみたんです、持っていったはかりで。そしたら世界の重さって神様の重さと同じだったんですよ。あの瞬間、あの瞬間で世界と神様の重さが同じになったんです。ダンス、ダンス、歌と踊り、救世主とダンス、宇宙でダンス、森の外のダンス、世界で初めての森の外でのダンス。だからもう終わりです、これで終わりなんです。でも私こうやってこれだけの人間を殺して初めて分かったんです。
生きて償ってって言葉の意味を。わがままなのは分かってます。でも救世主様は、あなたは、あなただけは生きていてください。あなただけは生きて償ってください。最後の死は私が受け入れます。ザクロに捧げるための最後の死は私で終わりです。もしかしたらこれが本当に呪いだったのかなとか思うんです。ずっと死ぬことなんて怖くなかったのに、この世に未練なんて何もなかったから、それが最後の最後で未練ができるなんてな。最後に好きな人ができるなんて、一度でいいから抱かれたいなんて思うなんて、人生に未練が残りました。キミコ。でもダメ、それは絶対ダメなんです。全てを満たしてしまったら償いにならない。私は彼女に償わなければならない。彼女の呪いを成就させたんだから。だから救世主様と神様とのダンスは、あれはご褒美。私の世界の価値はあのご褒美だけで十分。あのご褒美だけで世界は意味に満ちている。残っているものはもう償いだけです。だから救世主様はここに残ってください。
通す